皆さんこんにちは。この夏の参議院議員選挙に野党統一候補として立候補することになりました弁護士の大西壮と申します。よろしくお願いいたします。今アベノミクスという経済政策が進められています。確かに一部の大金持ちや大企業は恩恵を被りました。しかし多くの国民の皆さんは生活がどんどん厳しくなっています。つまり輸入品が多いんです。日本は輸出よりも輸入が多い国、国民の皆さんは食料品なんかの輸入品を購入するとき、それを高く買わなければいけなくなっています。そして賃金は上がらない、所得が減る、そんな中で消費税が上がっています。これはますます国民の皆さん生活厳しくなっています。かたや一部の大手企業350兆円を超える内部留保金、こういう非常にアンバランスな状況になっています。私はこのアンバランスを是正しなければいけないと思っています。国民の皆さんの中に経済格差、貧困が今広がっています。この格差、貧困を是正しなければ日本の将来非常に暗い。特に若者です。賃金が低く、地位が不安定、また本当に一人親世帯の、例えばお母さんが子供さん育てている世帯、こういう一人親世帯も非常に厳しい。今若者が結婚ができない、結婚しても子供を産み育てない若者、産み育てられない若者、そして一人親世帯、こういうご家庭は非常に厳しい状況です。ここにしっかりと国が税金を使って支援をする、これ当然のことです。なぜなら子供たちは将来の日本になる大切な存在だからです。私はそういう意味で、そういう一部の大金持ちばっかりに目を向けるような政治ではなく、多くの国民の皆さんに視点を合わせた、そういう政策、政治を取り戻したいと、そういうふうに思っています。日本はあまりにも子育て教育にお金をかけなさすぎます。極端な格差社会、貧困社会のアメリカの後追いではなく、ヨーロッパ的な要素、つまり子育て教育にしっかり税金を使う、こういう政策に転換していく、いかなければいけないし、そうしたいと思っています。そして安全保障関連法、これ昨年に強行採決されました。安倍さんはこの 2,3 年のうち経済政策と言いながら何をやってきたのか。特定秘密保護法、つまり秘密を外に出さないようにする、これ非常に民主制国家にとってはマイナスのものです。選挙の判断材料である情報が出なくなる、国民の知る権利、報道の自由を侵害します。そして次に武器輸出三原則の撤廃です。武器を開発し輸出しようとしている、これは国税としてきた、歴代自民党政権も国税としてきた、これをすぐに撤廃してしまった、これ非常にまずいと思います。そして集団的自衛権の行使、他国のために戦争する集団的自衛権の行使をなんと閣議で決定してしまった。そしてその集団的自衛権の行使を含む海外で武力の行使を認める、武力の行使につながる行為を認める、この安全保障関連法を強行採決してしまいました。日本を守るんだ、日本を取り巻く安全保障環境が変化したからこの法律が必要なんだというふうに説明します。しかしこの法律の中身は、現に戦争を行えているところに世界のどこにでも自衛隊を派遣してその戦争を支援する、その支援の中では弾薬を供与する、発進準備中、爆撃の準備をしている戦闘機に給油することもできる、これまさに武力行使と一体化しています。必ずそこは攻撃の的になります。自衛官も犠牲が出るでしょう。そして日本国内外の日本人も狙われます、狙われる可能性が高まります。こういうテロの危険、これを上回るメリット必要性は説明されていません。私はこの安全保障関連法、憲法違反をもとより日本国内外の国民を危険にさらす、こういう意味で政策的にもまずい。私はこの安全保障関連法は廃止しなければいけない。そして専守防衛に徹する、これは必要だと思っています。最後に憲法改正です。日本今の自由民主党の憲法改正草案は、国民に義務と責任を課す、それ人権を広く制限する、これは憲法じゃありません。憲法は国家権力を制限し国民の権利上を守るためにある。しかし自由民主党の憲法はそうではありません。そして緊急事態条項といって、いざという時に立法権を止めて権限を行政府に集中させる、そしてその命令に国民は従わなければいけない、こういう内容を決めています、決めようとしています。しかしナチスドイツ、
ナチスドイツでは独裁政権を敷く足がかりとして、この国家緊急権と共通する緊急事態条項と共通する国家緊急権というのを発動して独裁政権を敷きました。そういう危険をはらむこの憲法改正は絶対に許してはいけないと思います。私大西総は全力を挙げて夏の参議院選挙に向けて活動してまいります。どうか皆様方の温かいご支援を賜りますようにお願い申し上げまして、私からの挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。